はい、ブンカラです、やっていきましょう。一応前回のおさらいをしていきたいと思います。これが TF ストレージマシンといって、豆腐や豆乳などから豆腐フォースに変換して貯めておく基本のマシンですこれ今そのまま読んだから。で、このコンデンスマシン、このコンデンスマシンは豆腐フォースを凝縮して新たな素材を作り出すマシン。これはレッドストーンのパワーも必要で、一番左のゲージ、ここににがりを入れて真ん中に素材となるものを入れたらそれに対応したものができるということですね。で、この右上が TF リフォーマー、これは豆腐フォースから豆乳に還元するマシンです。ここにバケツとかをこうやって置いてやると豆腐フォースを豆乳に変えてもらえるというやつですね。こっちからね、こういう風に。で、この TF ミックスリフォーマーっていうのがさっきの TF リフォーマーの上位マシンだって。これはなんて言ったらいいかな、例えばここに活性地獄豆腐とか置いてやるとこの豆腐フォースの力を使って、ちょっと待ってね、お、来たよ、動いてきた。地獄豆乳バケツができると。で、この活性地獄豆腐は、触媒のため消費しない。消費しないんで、言ってみたらこの地獄豆乳バケツがずっとできるってことだよね。っていうマシンをやりました。で、今回もまた新たに作っていこうと思います。よし、まず TF 発信機、活性地獄豆腐、TF コンデンサー。で、型焼き粘土、ガラス、型焼き粘土で最後にこのマシンの元を置いてやると TF オーブン、オーブンができると。よし、オーブン、ドン、こう。このオーブンっていうのがちょっと僕シルクタッチを1回しか作ってないのでこの鉄のやつしか取れなかったんですが、これをこうやって置いてやると同じようにこういう風に動くってやつですね。で、ここの真ん中には活性地獄豆腐を置いてやるともっと速い速度で焼いてくれるというわけですね。うん、これがオーブンで、次に作るのがこの高野豆腐ブロック、あの寒い地方でできる高野豆腐を固めて作った高野豆腐ブロックと、よいしょ、この強化豆腐石で豆腐マシンすると TF サチュレーターっていうのができます、と、まずよいしょ、このサチュレーターを置いてやって、レッドストーンの信号がいるみたいなんで置いてあります。するとここにレッドストーン信号あり豆腐フォース入力ありっていうマークが出ます。で、例えばよいしょ、こうやって豆腐を作ってやって、上に石を置いてやると、そしたらこのサチュレーターは周囲を豆腐フォースで充満させて、その作用で石を乗せて固めている豆腐が早く固まるようになるということらしいです。さあちょっと待ってみようか。結構ね、時間かかったんだよね、今までね。これが石豆腐になるまでがね。さあ、わ、出てるね。うん、すごく出てます。ピカン動いてるって証拠だよね。さあ、どのぐらいで変わるんだろうね。今までね、結構待ったイメージがあるんだよね、石豆腐になるまでね。どうなんだろう、どのぐらいで変わるんだろうね。ちょっと待ってみようか。
え、まだ？え、もうちょっとかかるんかな。それともこれ俺の置いとる位置が悪いとか。どうなんだろうね。お、オーブンの中のこれもできてるね。ちょっと今のうちにこれでね、幸運とかシルクタッチがついてほしい。おい、あ、来た、シルクタッチ来た。よし、これ持っていこう。ちょっと今日はね、冒険に出かけますよ。よいしょ。今ね、きな粉をね、飲み始めようと思ってね。あー、壊れた。なんで当たった俺。よいしょ。あ、そうだ、前回行った豆腐ワールド、それからですね、こういった和風っぽい家を作ってみました。ね、一応ね、豆腐、この豆腐モッドでできる素材を使って作りました。まあこの下は木綿豆腐ブロックで、ここは焼き豆腐ブロックを、焼き豆腐ブロックじゃない、焼き豆腐を階段にしてドアにして使ってあります。でこれはあんずの木、あんずの木ですね。で上、これ何かなと思うでしょう。これいいわらぶきっぽさが出てると思うんですけど、これこうやって取ってみるとですね、わかるんですけど、厚揚げなんですよ。あ、なくなった。どこに行った、消えちった、あれ、どこ行った。まあ中でですね、今持っている鉄を使ってこういう風に活性、今持っている鉄はもうちょっとこれが限界なんで、この数しか作れなかったんですけど、まあこれを壊してやると、どん、前回作ったですね、この強化豆腐石ができるようになっております。でここでは、味噌を作っております。味噌ですね、ここでは味噌を作っております。まあ厚揚げで、あったあったね、よいしょ、厚揚げで屋根を作って、こんな感じで今作っております、まあ作っております。ちょっとね、まだね、素材が増えたらいろいろ変えていこうかなと思うんですけど、今回はちょっと違うことをしようかなと。実はですね、豆腐石がもうありません。豆腐石がなくて、なおかつこの動画のタイトルにもある豆腐モッドと豆腐ファクトリー R リローデッドっていうモッドを入れてあるんですけど、そのリローデッドの方、リローデッドの方のものを取りに行こうかなと。これがですね、どうやらちょっと違ったら申し訳ないんですけど、あの雪のたくさんある地域の地中深くに鉱石が埋まってるらしいので、この間ですね、ニコニコ生放送の中で、雪山探しに行ってきました。おー、マジか。よいしょ。じゃあね、馬も用意してあります。リード持ってくんの忘れたなと思って。あ、ちょっとさあ、仕切り直していきましょう。よし、着いた。うん、この間の感じからいくと多分食らわないと思うので、おいね、ちょっと怖かってガードしたけど、これをくり抜けば家になるんじゃないかなと思います。よし、狭いけど家ができた。狭いけどなんかロマンみたいなのがあるでしょ。よいしょ。一応ね、木綿豆腐をねたくさん取れたのでね、はしごを作ってみました。ちょっとここに置いとこう。よし、じゃあこの辺をね、おー、待って、はあ、なんてことだ、嘘だろ。